県伊比川町のに所在する伊王山さん投稿寺は、臨済宗明神寺派に属する寺院で、西民の33例状の6番札所である。伊比川町には、本校で述べる寺院の他に、伊比川町若松にも天台宗の東稿寺がある。平安時代前期に、伝行大司祭長が、自国の薬師如来を祀ったのが、始まりと伝えられ、次号は、 本尊の薬師如来の東方瑠璃工浄土にちなんでいる。そのご時を経て荒廃するが、戦国時代の英少年間に、元すぐんじ十字の大層宗広が、死の天章終字を、環状解散に迎え、臨在終明神事派の寺院として再興した。大層、宗広の後はその奉仕木秀元白が十字となりこう、月安窓方ま案。 ドクワライアン及びバイリガン,ンの四つの達中を混流した。戦国時代を経て、慶長六年には、初代イビハン主西尾光郷から国印状と政策を持って保護されている。元那九年にイビハンが廃藩となり、秘語を失うが、カ田総君お章が最高を果たす。現在の本堂及び首郎は、天保年間に霊界元明王将により混流されたものである。 本尊の薬師如来は入薬師として、母乳を授ける霊言があるとして信仰されているほか、所蔵する千手観の音像が、西民の33霊場の本尊として祀られている。その他の寺宝として、大僧、宗広王将と、貴秀元白王将の肖像がある。ありがとうございます。